今さ、走ってもらってさ、はい、その急遽ヒール・ザ・ワールドがさ、はい、差し込めるかっていうので CD じゃないとダメだから、はい、いやでも逆に俺いつもだけどこうやってさステージ、舞台があることでさ、はい、こう俺も救われてるというか、その時覚えてるよ、なんか大阪でさ一緒にさ写真撮ったね。皆さんどうですか、温度が下がってきてますけれども、ここからさらに情熱を踊りとともに一緒に僕と共にしませんか。ちょっと見るとこ見るとこ、すべて目に入るところ全員べっぴんさんしか集まってないじゃないですか。おどうやりゃべっぴんさんばっかりじゃないですか。お主はその目を一回外した方がよいかもしれないぞちょっともしかしたら信長様からも、お話あったかもしれませんが、僕はですね同じ愛知県出身っていうところで、おもてなし武将隊の皆様と一緒にコラボさせてもらったことがあるんですよ。あるわな。それはサムライパンクって言って、サムライの時代もみんな分け隔てなく踊っていたっていうので名古屋城で撮影させていただきました。その時もありがとうございました。いやいや、こちらこそ名古屋城を世界に発信してくれたと思うておる大義である。今日この日のために今年は生きてるから。そうですか。僕はこの日のために3日前ロサンゼルスから戻ってきました。ありがとう。僕の紹介はいいので皆さんと一緒に踊りたいと思うんです。じゃあ皆さん右手を大きく、うちわがある人はうちわを上げてください。手の人はこういう風に3本指3本。この指はどういう指じゃった。これはですね皆さんこうするとエネルギーの E、 E イコール MC 二乗っていう相対性理論アインシュタインの愛の爆発を意味しています。おなぜならこうするだけで、そして一緒に踊るだけで、今まさに世界は戦争を未だにやってますけれども、ここ皆さんがさっきやっていたように世界平和を成し得ることができるんです。なので何一つ武器を使わずに魔王を使いましょう。皆さんいかがですか。よお、こんな感じでいいにしてください。そしたら8の字を書きます。こうやって8の字、もう無限大書きます。そう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 、無限大無限大。右足をステップ、左足をステップ。次は右足上げるところだ。はっ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 。そうです、一緒にはぁはぁ言ってください。これが僕がやりたい天下布武なんですよ。はい、どうか。舞うじゃないね武士の部ではなく舞うなんです。では信長様、お名古屋城で一緒にやらせていただいた思い返せば踊ってたわ、うん、サムライパンクやらせていただいてもよろしいですか。山を参ろう。準備はよいか。皆さん打ち上がる人はしっかり打ちを使ってください。愛の爆発を今から実現します。ミュージックDrop it! 武将、そろそろ出番だと思いますよ。やっちゃう？やっちゃいましょう。承知。思い返せばサンライズ、ブルーアイズ、みんな踊ってた。思い返せばサンライズ、何時代もみんな踊ってた。思い返せばサンライズ、ブルーアイズ、みんな踊ってた。思い返せばサンライズ、何時代もみんな踊ってた。信長様、踊ってました。踊ってたわ。ありがとうございます。そしてですね、僕予定ではこれでもう壇上を降りなきゃいけないんですけども、降りなきゃいけないけども、ただ、もう少し時間あるかな。曲が流れてきましたよね。何これ。これね、皆さん聞いてください。僕さっきリハーサルを終えて控え室に戻ったんですよ。まだ信長さんも知らないと思うんですけど、ちょっと僕ね頑張って今元気を出してたんですけど、僕のことをすごく応援してくださった元宝塚の方が今控え室で15分ほど前にお亡くなりになられたっていう、ちょっとね、ニュースが届いてですね、ちょっと僕も本当にこの舞台があって気を紛らわせようとしているんですけど、
その彼女、センさんって言うんですけれども、そのセンさんがいつも大好きだったマイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドって曲があるんですね。でそれを彼女への追悼、そしてここにいる皆様ともう一回今一度盆踊りの踊り、踊ること、歌うこと、集うこと、お祭りごと、これが世界平和への一番簡単で一番重要なワンステップだっていうことで、ヒール・ザ・ワールドを流して最後に追悼させてもらってもよろしいでしょうか。おー、そうだな、盆踊りというのはな、そういったこの盆にやってくるいろいろな者たちを祝福するというのもあるからな。すいません、じゃあ、知ってる方はぜひ一緒に手拍子なり歌ってください、これで終わりたいと思います。では急遽ヒール・ザ・ワールドを用意してくださった参考者の皆さん、ありがとうございます知ってる方は一緒に歌ってください。これはマイケル・ジャクソンが、世界はみんな一緒でみんなつながることで次のジェネレーション、子供たちがより良い世界を作れるというための90年代作った曲です。このメッセージ、このスピリットは僕は永遠だと思っております。なのでちょっとこの舞台を、彼女への追悼と、そして盆踊りの真意として使わせてください。僕ちょっと彼女のこの好きだった曲で踊らせていただきます。There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. You.踊れたことを一生忘れません。本当に儚い瞬間でしたが、人生そのものだと思います。だからこそこの舞う木、武器を持ってここから名古屋から世界を変えたいと思っております。今日は本当にこのまま皆さん、僕もこの後一緒に楽しんでいきたいと思いますので、最後まで一緒に世界平和に向けて踊っていきましょう。ありがとうございました。それでは最後、全世界の皆さんに加工あれ、天と森殿であった。